無事ですね、インドネシアのバリ島に着きました。でもう外に全部出た感じになります。ここ今扉出たんで、というのはどういう生活をしているのかっていうのを、皆さんに発信していけたらいいなと思います。でまず空港出たら、やること、海外絶対やることがあって、まあ、1週間以内とかだったら全然 Wi-Fi を持ってきていいんですけど、もしね、まあ、1週間でもいいし、長期滞在の方は、僕は必ず SIM カードを買えるので SIM カードを買いに行きます。スペインとかは、クレジットというかカード文化なんで、もう紙幣あのお金なくてもいいんですけど、バリ島とかは、まだ全、カード使えないところがあるので、こうやってね、ATM とかで、現金化をしたいと思います。もちろんこれは、日本でもできたんですけどやってこなかったです。はい、やっていきましょう。でこういうふうにいろんなところにチェンジマネーがあります。で多分場所によって、まあ、なんていうの、僕はあんま詳しくないんですけど、いくらっていうのがあの変わってくると思うので、多分多めにもらえるところみんな探すんでしょうけど、ちょっとわからないので、僕はこうやって人が多いところを探して行っていきたいと思います。国によっては街の中で買えた方がそのね、まあ、こう多くもらえるってことはあるので、まあバリ島もそうなのかな、わかんないんですけど、まあ必要最低限のお金だけまずは下ろして、あとは街で買えていきたいと思います。であとはここでね、空港はほとんど SIM カード屋さんが絶対あるんで、今から変えていきたいと思います。はい、ここもね2つあって、まあ、どの国もそうなんですけど、いくつか会社があって迷うんですけど、まあ、これも僕はね、あの人が多いところに行ってます。うん、あのね、安いだけじゃね、通信がね悪かったりするんで、どちらかというとね、値段気にせず人気なところに行った方がいいっていう僕の案です。はい、ということでね、無事 SIM カードを買いました。 SIM カードはですね、まあ、空港はもうあのギガ数選んでお金払えばもう使えるところまでやってくれるんで、たまにねスペインとかでも街中で買うとチップだけ、やってとかあるんですけど、まあ、空港で買えたら最後までやってくれます。パパパパパッとね終わっちゃうんで。で次に今、まあ、必要最低限の、お金を変えて、あと SIM カード携帯使えるようにしたら、まあもう空港ではやることないので、向かいます。でこっからがね、ちょっと厄介なんですけど、まあ最初のね目的地までどうやって行くかですよね。でスペインとかフランスとか日本とかだったら電車が通ってるのでパパって行けちゃうんですけど、一番わかりやすいのだとウーバーですよね。で各国に、まあ、ウーバーもあるんですけど、まあ、各国でよく使われているその配車アプリっていうんですかね、それがあるので、それを入れてもらうとグッド。エジプトでもあったし、で乗る前から値段も分かってるんで、それは安心ですね。で、まあ、気をつけてほしいのが、こういうねタクシー文化のところは、タクシーの呼び込みですねっていうのがちょっと激しいので、まあ、心配な方はそのアプリ、うん、でタクシーも乗っていいんですけど、まあ、そうですね、タクシーも多分乗って大丈夫。よし。でまあ僕が海外回ってて、そのアプリっていうのがね結構な国であるんで、すごい楽しいんでね、僕も、僕が旅する中で、まあ、一番でもないんですけど気をつけてることがあって、やっぱり現地のものを楽しむっていうのがあって、まあ、ご飯もそうだし生活もそうだし、今も呼び込みありましたね、なんでちょっとそこをねトライしてみたいと思います。僕も行き当たりばったりちょっとやってみたいと思います。で僕は今回 Gojek っていうアプリを使って呼びますと思ったんですけど、一回やっぱこう今日はかなり交渉をしてやってみたいと思います。これ変な人の車に乗ってみます。さっきね、アプリ使ってみたいと思ったんですけど、ちょっとね交渉も面白いなと思って、ちょっと YouTuber っぽいですよね。社長さん、社長さん、社長さん、あの交渉してですね、キャッチに捕まえ
キャッチを捕まえてみましたね。で、なんかもう、後払いとかすごい心配なんで、もうちゃんと先払いで払ったっていうことを証明したりとか、アプリで、アプリだといくらだからこの値段にしてくれとか、まあ同じ値段とかね、っていう風にやってみました。OK。では、もう日本でも海外でもそうなんですけど、こう空港に入るときって、まあ空港の特別料金っていうのがあると思うんですけど、まあそこは僕も経験上絶対、乗る人がね、払わないといけないというか、まあ、それは、なんか、チップみたいなもんですよね。まあ、これはしっかり、別途払うようにしましょう。Here? Ah, Japan? Yes. Japan. The country? Japan. Ah, Japan. Yes. Okay? And yes, same.今ですね、宿に着きました。ちょっと後で宿の周りは紹介したいと思います。今チェックインで紙書いてます。まあ部屋の選び方とかね、ちょっと難しいですけど、ちょっとまあ素敵なところですね。おーおい、Thank you。Yes, to it. Here? Here. Oh, thank you. はい、ということでホテル着いたので、まあ早速です。まあ今日は夕方に着いてしまったので練習はないんですけど、明日から、練習も始まりますし、生活も始まるので、近くにね、なんかちょっとコンビニチックではないんですけど、まあバリ島らしいね、なんかちょっと飲み物とか売ってるお店があったので、ちょっとね、お水とか、まあお水は多分、なんだろう、施設にあると思うけど、まあなんか必要なものがあったら、買っていこうかなと思います。とその前にちょっとお腹空いたんで、なんかねバリ島らしかぬおしゃれなお店があったので行ってみようかなと思います。お客さんいないんで多分高いかなんかなんでしょうね。できたばっかりなのかな。ちょっと行ってみようかな、せっかくだから。はい、I'm good. The new shop. What's your name? Katz. 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 In one place? Uh-huh. Which one do you use? Okay. I like everything you want. But it's Yuri. Yuri. With R-I. Yuri.ここなんか新しくオープンしたらしくて、だから人もいないのかな、知られてないのか。すごい綺麗で、なんかプロテインボールみたいなのもあったから、結構ヘルシーなのかなと思ってます。見た感じもすごいヘルシーですね。うん、面白い。でもここが一番近いんで、いくらだったの、99ということで、1日目、まあ、無事バリ島着いてよかったです。まあ、明日お昼ぐらいから練習があるので、そろそろ寝たいと思います。じゃあ、じゃあ。
はい、ということで皆さん、いきなり僕がバイクに乗っててびっくりしましたよね。けども僕は、バリ島ではその宿からコートまではそのゴージェクっていう、まあ配車アプリですよね。車もあるんですけどやっぱりバイクの方が安いんで、バイクで毎日通勤する形になります。まあ、バリ島はねその結構バイク文化なんでね。でここジャングルパデルっていうところが僕の、活動拠点になります。どうしようかな、まあ、練習風景も出すんですけど、まあ、せっかく僕がどういうところで活動してるかっていうのを皆さんに知ってほしいので、まあ、軽くね簡単に、施設紹介をしていきたいと思います。画面切り替え、じゃあ施設紹介に行くんですけど、まあ、この後は音声後付けで行ってみたいと思います。では簡単にねジャングルパデルの紹介をしたいと思います。もうね入り口からジャングルなんですよ。本当にねなんかこうずっと一日入れるような雰囲気ですよね。でここが受付になります。なんかお金とかいろいろショップを買ったりとか。でここなんといってもねタオルをレンタルできるんですよ、無料で。だからこう汗拭くタオルとか着替える時のシャワーの後のタオルとか、まあ、タオルなしでねあのここに来れちゃうというのがすごいですよね。でここ休憩所ですね。ご飯食べたり喋ったりとかします。ここはトイレですね。もう本当になんかバリ島っていうか、まあ、日本に比べるとすごい汚いイメージあるんですけど、もうここはすごいトイレからシャワーからすごい綺麗なんで居やすいです。でここが、ドリンクとか、まあ、簡単なアイスご飯も買えます。このフルーツもここから取っていいです。すごい素敵な施設ですね。まあで最後に、コートが4つあるんですけど、これが1面、まあ、左にあるのがねシャワールームなんですけど、2、3であって、こっち最後4面ですね。僕の、コーチのアレックスが今レッスンをしていますね。はい、もう裸でパデルできるぐらい暑いです。